もうデザインはすすごいい楽しい仕事ですね、うん、それでねプロダクトのデザインっていうのは一番厳しいんですねそれをそのものを置いてそのもの自体が人をしなくちゃいけないから商品そのものをもし作ってるとしたらこれはもう自分を磨くしかないんでもうとにかくあらゆるものを見た方がいいですデザインは基本的にはたくさんのものを見ないことには磨かれないんです綺麗なものとかいいものにとにかくいっぱい触れない限りは絶対ダメなんでだから今の環境を変えないときっとダメですよね